このサングラスの奥の目の輝きは全くラップを始めた20年前と変わってないと思う。20年前、20歳の俺はママチャリだったよ。移動手段はママチャリに乗りながらファイトして、ひたすら新しく始める音楽に没頭していた。超楽しかった。もう常にキラキラしていた。それまで俺は剣道少年だったの。剣道ずっとやってて、で剣道からマイクに持ち替えて今に至ってる。そう、23の時にこの道で頑張るって決めてやってた仕事を辞めて、そして28でメジャーデビュー。そこから12年経って今ここに迎えてる。いや、何も変わってない。本当に何も変わってない。変わったとしたらママチャリからランボルギーニになってる。それぐらいかな。本当にでっかい拍手